どうも、ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は最強のタンクの作り方をやっていきましょう。今日紹介するタンクはこちらです。シャンタクですね。使ってる人も多いのではないでしょうか。シャンタクですけども、特性はこれ、根に持つタイプ、そして嫌がらせ、ぐるぐるボディですね。根に持つタイプはタンクとの相性がいいですよね。それプラス嫌がらせです。根に持つタイプを発動した後にさらに呪文封じ、息封じ、会心封じ、幻惑状態のどれかを与えていく、もうすごく嫌なモンスターですね。プラスぐるぐるボディ、直接攻撃を受けるとたまに混乱にするっていう、これもいい特性ですよね。そして理想スキルですけども、今のところこの3つで間違いないと思います。守護神、爆風ガード、ウルトラガードですね。守護神ですけども、基本的に身代わりだけでいいと思います。他はほぼ使いません。まあ、たまーに癒しの雨使うかなぐらい。そんな感じですね。で、耐性ですけども、属性攻撃にはこんな感じで、爆発ぐらいですかね、強いっていうのは。あとはそこそこダメージを食らってしまいますけども、まあ、タンクなので大丈夫でしょう。で、状態異常ですけども、休みを150にして貫封してます。今のところまだ休みが多いので、これで間違いないかなと思いますけども、そのうち眠り麻痺、そこが強くなってきそうなので、ガード系を入れ直してもいいと思います。特に即死ね。即死今でもちょっと多めなので、ミラクルガードを入れて即死耐性を上げてあげるっていうのもいいかもしれません。まあ今のところ俺はこんな感じでやってます。そしてシャンタクの育成ですけども、ステータスは平均的なので、どのモンスターに合わせても大体カンストすると思います。まあカンストしなかったところを種で上げてあげると、すべてカンストすると思います。まあ攻撃とか、そこら辺は必要ないんですけどね。はい、ということで今日は最強のタンク、シャンタクの紹介でした。本当に対戦で使えるので、ぜひ作ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。